戦界に住まう美女ダッキ。英雄たちが織田軍と抗争を繰り広げている頃、彼女もまた平清盛らと共に異界へと迷い込んでいた。これを好機とダッキは異界の地でオロチの復活を目論む。そこにある耳寄りな情報がもたらされる。情報の主はアースガルズの神オーディンであった。オーディンの指示を受けたダッキは神の力が宿る腕輪の捜索を開始する。じゃあ早速腕輪の情報を集めましょう。まずは清盛さん、あなたの知ってる情報は？我が輩は何も知らぬ。はあ？何にも知らないの？なのに偉そうなこと言ってついてきたわけ？信じらんない。そこまで言うのであれば、刑は腕輪のありかの一つや二つ知っておるのだろうな。知らないから聞いてるんじゃない。はあ、地道にいろんな人に聞くしかないか。清盛さん、ぼさっとしないで手伝ってよね。意気込んで出てきたはいいものの、腕輪の情報全然集まらないわね。そうじれるな、ダッキーよ。ひとまずこの地で情報を集めようぞ。暴れちまうぜ。あそこにいるのは、こんなところで会えるなんてね。よし、遊んでもらいましょう。私と遊んでくれない？見るからに怪しげなやつだが、ちょうどこの世界について知っていることを教えろ。俺も俺もねえ、紹介さん、私と来るってのはどう？知りたいことなんでも教えてあげて。この私がお前と笑えない冗談だ。お前はこれ以上付き合っていられるか。あらら、紹介さん行っちゃった。またどこかで会えるでしょ。勘弁さん、久しぶり。相変わらずの顔色ね。早速で悪いけど、私と遊んでちょうだい。兵の認識には誤りがある。私はチキではないし、遊ぶ気もない。そのまま敵を圧倒せ。油断したな。まあよい、この地の状況はわずかなりとつかめた。ああ、カーテンさんも行っちゃった。つまんない。腕輪を吠え、そこはコント。面白い世界。暴れるぞ。あら、フーマさんじゃない。あの人一体何しにここへ？おいで、魔が遊んでやる。分身くらい俺だってできるっての。あら、よっと。どうせ貴様は、オロチ様。本当に。ちょっと風魔さん、こんなとこまで来てどうするつもり？さあ、どうするのか。神が生み出した世界か。なんとも名誉。オロチ様の復
活にはあつらえ抜きかもしれない。こやつに何を企んでいる。もう結局腕輪の情報なんてないじゃない。やってらんない。あれなんだこの屈強な生き物は。あれは源氏の小僧ダッキ狼楽星。暴落って、まあここは恩を売っておきましょう。義経さん義理がたいし、後で役に立ってくれるかも。にしてもほんと変な世界だよな。まあ俺は俺で好きにやらせてもらうぜ。最高。私、あなたを手放せないわ。義経さん大丈夫？今助けてあげるわ。それはありがたい。なあ、目のやり場に困る。すまんが、離れて戦ってくれ。やだ、義経さん怪我してるじゃない。一旦引いた方がいいわ。お話はその後でね。すまない、この恩義には必ずや報いる。思わぬ広いものよ。これでオロチ様復活の道も誤ろうというもの。古文は増えたけど情報は増えないままね。あら、あれは政宗さんご一行じゃない。消えろ。遊び相手があんなにたくさん。楽しくなってきたわ。攻めんぜ。やったぜ。僕も切りたい。暴れるぞ。あらあら、剣豪さんたちが暴れてるわね。私も混ぜてもらおうか。かわいそうだ。オロチ様、僕も綺麗に切った。これは無双だ。誰にも負けねえ。抜け。やいやい、そのご自慢の剣で俺のこそも切ってみろい。オロチ様、こんなのぶり壊しまくるぞ。はい、無理すんなよ。くたまれ。残念だ、今日はここまでかな。この敵を圧倒せ。引くしかねえのか。あらら、剣豪さんたちいなくなっちゃったの。まあいっか、いても怖いだけだし。あら、私が怖くないのかしら。暴れちまうぜ。ここまで追い詰められるのはかえって心酸。また会えたらいいわね。へえ、政宗さんたちなかなかやるじゃない。いいわ、
こっちもほうき出してあげちゃう。ご無礼ながらボコボコにして止めさせていただきます。大切な方を死ねません。最高、私あなたを手放せないわ。任務だ、防衛体制に入る。これに出ろ、暴れちまうぜ。以上の成果は上がらんだ。撤収する。わしは天下無双の上り竜よ。正宗さんなら何か知ってるかと思ったけど、そんなこともなさそうね。がっかりだわ。私の未来、こんなところではついえる。さよなら。こんなところでは死ねぬわ。ああ、結局情報は手に入らなかったわね。でもまあ手駒も増えたし、よしとしましょう。行幸行幸、この地はこれでしまいだ。次の地に向かおうぞ。ダッキーよ、こたびの成果は源氏の小僧らのみであったな。まあね、でもいいわ、楽しかったから。翔海さん、勘兵衛さん、正宗さん、お久しぶりな人たちにたくさん遊んでもらえたし、今回はこれでよしとしましょう。清盛さんも素敵な活躍だったわよ。とっても頼もしかった。この調子で腕輪集めを頑張っていきましょう。なんて思ってるわけないじゃない。あんたはただの駒よ駒。こんなやつオロジ様が復活したら。よかろう、オロジ様復活は我らの悲願。ケイと協力すれば望みも早く叶うというもの。目につねめ、我が輩をこき使い、いいとこ取りをするつもりか。オロチ様が復活した後は必ずや。いや、あ、あ、我ら二人、オロチ様が復活した後も阿吽の呼吸で歩もうぞ。そうしましょう。うまくいきすぎだぜ。千人を中心とした部隊は一致団結し、結界を張ることに成功する。その結界内でカグヤとガイアは術を決行。気がつくと連合軍はイグドラシルの内部へと転移していた。果たしてハデスがオーディンを打ち滅ぼした前の時間に戻れているのか。
それを確認すべく連合軍はミーヴィルの泉へと進軍した。ミーヴィルの泉はこの先だ。以前ハデスがオーディンを滅ぼした時には冥府の者たちであふれかえっていたが、うん、一見した限り今泉を守っておるのはオーディンの手の者のみとなれば、おそらくオーディンはまだ生きていると。かぐや殿とガイア殿の時を渡る術は大成功だったようだ。よかった、やったわね、かぐや。はい、無事にお役目を果たせて嬉しゅうございます。お二人が作ってくれたこの好機、決して無駄にはすまい。何としてもオーディンを救い出さなければ。うん、こうしている間にもハデスが近づいてきているやもしれぬ。急ぎミーミルの泉へ向かうとしよう。この機会を逃せばもうオーディンは救えないわ。一刻も早くミーミルの泉へたどり着かなくちゃ。ならば西の神殿はガイアに任せるとしよう。わしは人の子らと共に東の神殿へ向かう。それじゃガイア殿には紹介殿と勝家殿、ゼウス殿には義経殿と俺がお供するとしよう。撃ち当たった。いずれ退路が必要になるはずだ。私はここで拠点を死守しよう。危険な役目なれば、お主ならば任せられよう。皮肉なものだな。復讐を誓った相手を救わねばならぬのだ。ロキ、君の気持ち察してあまりや。だが世界を救うためだ。今はこらえてくれ。一度戦った戦場に再び降り立てるとはな。カグヤの力は実に見事だ。以前もこうして時を渡り多くの命を救った。ならばこたび過去を変え皆の未来を救うのみよ。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。神殿の後輩から奇襲するってのはどうだい？みんな、ついてきてくれ。はい、しました。
まるでお手本みたいな動揺ぶりだ。奇襲作戦うまくハマったようだね。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。英雄の名にかけて譲れないものがある。敵将撃ち果たした。通れるようになったか。では遠慮なく進ませてもらおう。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。よし、準備は整ったようだ。早速我が力を送るとしよう。父上が東の神殿を押さえたようだ。私たちも急ぎ続かなくては。これでよしっと。ついてきてくれ。さあ、失礼しました。力を注ぐわよ。援護は任せろ。力は十分に注いだはず。泉への門よ、開いて。やったわね。さあ、ニーミルの泉へ急ぎましょう。ここまで踏み込んでくるとは。だが私の邪魔はさせ。よう、オーディン、立派にユグドラシルを育ててくれたじゃないか。英雄の名にかけて譲れないものがある。ハデス、貴様。いけない、泉にハデスが現れたわ。立花が出よ。みんな急いでちょうだい。甘い。行こう。腕は認めてやるわ。力全部俺がもらってやるよ。まさか利用していたというのか。ユグドラシルの力を援としてこの私を。貴様、何を企んでいる。冥府で私に力を貸したのはなぜだ。お前に話すことなどもう何もない。さっさと魂をいただくとしよう。発射しました。援護は任せろ。ハデスよ、そこまでだ。オーディンの命お前に取らせるわけにはいかぬ。ゼウス、そうか、何もかも全てお見通しというわけ。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。すごいわ、ペルセウス。その比類なき力、私が見込んだ通りね。譲れないものがある。はい。
敵じゃん。ハデス、まだ間に合うわ。これ以上バカな真似はやめなさい。やれやれ、まさか全部バレていたとはな。けど俺はこれで面白くなりそうだ。さあ冥府の戦士たちよ、存分に暴れてやれ。オーディンを血祭りにあげるのだ。一体何の邪魔だ。なぜお前たちが私を救う。今悠長に説明している暇はないの。つべこべ言わずについてらっしゃい。あなただって分かってるはずよ。ここを生き延びるには私たちと行くほかないって。やむを得ぬな。東側はもう冥府の者たちに抑えられているわ。敵の少ない西から脱出するわよ。わしをうならせるほどの活躍をするとは怒るがよい。お待たせしました。援護は任せろ。今日はもう勘弁してやる。勝手な真似はさせん。私がなすすべもなく負けると。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。みんなついてきてくれ。もう逃がさんぞ、オーディン。小賢しいまで。立花が見えよ。急いで門を守る怪物を倒すわよ。このままだとオーディンが危険だわ。避けよ、イカズチ。敵将に討ち取ったり。行こう。活躍をするとは、それは誇るがよい。
遠慮はいらんぞ。なんと圧倒的な力だ。私では勝負にならん。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。あなたこそ真の三国武将ですよ。南側を進みましょう。活躍をするとは心がよい。このまま進むのは難しそうね。迂回して敵の少ない南側を進みましょう。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。私がなすすべもなく負けると。
ここで私を救ってどうする？英雄の名にかけて譲れないものがある。一体何を企んでいる？あ、もうあなた死にたくないんでしょ。今は全力で生き残ることだけ考えてなさい。言われず、むざむざ殺されるつもりは。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。救いたいのか。奴から受けた痛みと屈辱、忘れたわけではあるまい。忘れはしないさ。だが今の私にはそれ以上に大事なものがある。私がなすすべもなく負けると、なんという屈辱。どうし、踏んじまった。ロキが狙われている。すぐに戻らねば。わしをうならせるほどの活躍をするとは、誇るがよい。者が活躍すると俺の心も踊る。おっと、逃がしはしないぜ。さあ、おとなしくオーディンを引き渡してもらおう。いくら兄の頼みといえど、それは聞けぬな。ここは力ずくで押し通らせてもらおう。いいぞ、お前たちの気が済むまであがくがいいぞ。どっちみち最後に勝つのはこの俺だがな。負ける。立花が出よう。父は出したか。では説明してもらおう、お前たちの行動の意味。分かったわ。私たちもあなたに聞きたいことがある。さあ聞かせてもらおう。お前たちが私を救うなどという血迷った真似をした理由をな。ほう、随分と元気が有り余っているようだな。まあ聞け、我らにも事情があるのだ。実はな。つまり私はこれまでずっとハデスに利用され続けていた。そしてお前たちに救われなければハデスの手で滅ぼされる運命だったと、そう言いたいのか。
信じられぬだろうが、その通りよ。ハデスはずっと待っていたのだ。お前から力を奪い、わしに牙を剥くその時をな。仮にそれが真実だとするならば、実に不愉快な話よ。お前たちの言い分、到底鵜呑みにはできぬ。だが、ハデスが私の魂を奪おうとした。その事実だけは確かだ。この命、むざむざ奴にくれてやるわけにはいかん。お前たちと争っている場合ではないようだ。まずはハデスを撃つ。お前たちも同じ目的ならば、それもいいだろう。存分に利用してくれ。うん、それでよい。目的を同じくする間、ひととき休戦するとしよう。うまくいって何よりだ。うん、悪くない。早速だけど、ハデスを止める方法についてみんなでもう一度整理してみましょう。ハデスはユグドラシルの中心部を手中に収めて力を吸収し、かつてない強さを手にしている。おそらく今も己の力を増幅させ続けているはずだ。先の戦いで皆も感じたと思うが、今のハデスは戦って勝ち目のある相手ではない。奴を止めるにはその力の源を抑えねばならぬ。力の源、ユグドラシルのことか。なるほど。お前たちが私を救ったのはユグドラシルの情報を得るためだったのだな。ええ、そうよ。オーディン、これはあなたの命を守るためでもあるわ。ユグドラシルの力を抑える方法を教えて。ユグドラシルの力を制御することはできぬ。その力を消し去りたいならば、核を取り出し滅ぼすより他ない。ユグドラシルの核、それは一体。ミーミルの泉で目にしたはずだ。泉の中で輝いていたもの、あれこそユグドラシルの核、我が魂よ。オーディンの魂、あれが。ロキ、お前も知っていよう。かつて私はラグナロクで命を落としかけ、一度冥府へと赴いた。ユグドラシルはその際ハデスが私の魂に植え付けたもの。以来それを核として成長してきたのだ。我が魂を滅ぼすか解放するか、どちらかしか道はない。あれを止めるにはない。さあどうする。無論私の魂を滅ぼす選択をするのなら、お前たちから消すことになるが。今は皆で力を合わせ、ハデス殿と対すべき時。不要な戦いは避けねばなりません。その通りだ。まずは魂を解放する道を探るべきだろう。何より今オーディン殿を撃つなど義に反する。決まりね。それじゃオーディンの魂を解放する方法をみんなで考えることにしましょう。ガイア様、それならば私に心当たりが。
実態を得る前、冥府でハデスの動向を探っていた時、興味深い神器を目にしたのです。それを用いれば、あるいは冥府の神器。ペルセウス、もう少し詳しく教えてちょうだい。神以外の者と共に戦場に立つことも増えたが、要戦、お前たち千人もそれなりの力を持っていることは理解した。お前たちの住まう戦界とはどのようなところか、少し興味があるな。奇遇だな。私もオリュンポスには興味があるのだ。機会があれば、君たちの住まう天空の都で神を相手に修練を積んでみたいものだ。うん、我らオリュンポスの神と戦界の者たちとで修練を積むか。なかなか面白そうではないか。父上、聞いていらしたのですか。要戦よ、そなたの願いを叶えてやろう。ただしこの異界でな。